ウェルシュケーキはウェルシュケーキは、ウェールズの伝統的な菓子である。ウェールズ語では、ピカーラマイン、ピケバッホ、カーケングリ、または、テイシェンラデスとも呼ばれる。昔からあった、鉄板で焼くフラットブレッドに、脂肪分、砂糖とドライフルーツを加えたもので、19世紀、終わり頃から人気がある。ウェールズでは、ジカビア、 熱源の上に置いたベークストーンという厚さ 1.5cm。程度中鉄製の鉄板の上で焼き上げるため、ベークストーンとも呼ばれる。稀に、グリドルスコーンと呼ばれることもある。ウェルシュケーキは、小麦粉、バター、または、ラード、ケーラン砂糖、シナモンやナツメグ、そしてカラントから作られる。直径4から 6cm。 厚さ1 5センチメートル程度の円盤状のに焼き上げる。温かいまま、あるいは冷まして、上白糖をまぶして供される。スコーンと違って何かを添えて食べることはあまりないが、二つに割ってジャムを挟んだ状態で売られていたり、バターを塗ったりすることもある。紅茶と共に食べるのが通例である。ウェールズの一部では、ベークストーンがウェルシュケーキとは別にあり、 それは大きくかつ、甘みが少ない。エンサイクロペディアオブウェールズ2008ピアニッシモ931ファーストファクツアバウトウェルシュケークス &A レシピオンラインウェールズインターネットリミテッド2013年9月12日閲覧ありがとうございます。